コロナののの流行時はは床床て満床だったといいうこちらの病棟今は1人の患者もいません新型コロナの感染者数が減少し日常を取り戻しつつある愛知県の富士田医科大学岡崎医療センター去年2月横浜港に停泊し集団感染が起きたクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスの乗客128人を受け入れるなど いち早く新型コロナと向き合ってきましたが、今入院するコロナ患者は一人もいません。十一月の末ぐらいから患者さんがゼロという状態が続いています。こんなに落ち着いてるのは初めてです。うん、こちらは去年の今頃、というわけ市にある藤田医科大学病院の重症者病床の様子です。人工呼吸器がつけられた重症患者の周りを 慌ただしく動く医療スタッフたちこの頃愛知県では感染者数が連日200人を超えコロナ病床の使用率は50%を超えていました岡崎医療センターで1年半にわたりコロナ患者と向き合ってきた林正道医師は感染状況が落ち着く今も決して気が抜けないと話します おそらくまた第6波が来ると考えていろいろ準備をしています第5波とね同じぐらいの方が来ても対応できるような状況を今整えているところですオミクロン株の拡大も心配される今年の年末この病院では通常時に1週間分をストックしているマスクや防護服などを2ヶ月分用意するなど第6波に備えていますでは イギリスとかでもブレークスルー感染っていってあのワクチンを打ってても感染する人が増えてますけど、まあ、あの感染しても重症化の予防はできますのでそういう意味でもやっぱりワクチンは意味があると思いますし、まあ、できれば打っていない方も回でも打っていけければと思いますけど。一方、新型コロナの変異ウイルスオミクロン株。 国内でも感染が少しずつ広がっていますが、三重県は今日の対策本部会議で。オミクロン株は感染力が強くて、感染スピードがかなり早いということでありますので。先手先手の対応が求められます。会議では県内の濃厚接触者について、原則宿泊施設で十四日間の健康観察を行い。感染者については。 医療機関の個室で隔離するなど、基本的な対応を改めて確認しました。県内ではこれまでに31人が濃厚接触者となっていますが、感染者は確認されていません。